にバサッと入れないと飛び去っちゃいそうなんで、一気にいきます。あ、軸も取れてる、ちゃんと。よいしょ。蜂が上に行く習性があるんで、隅っこを上に残らせます。で、巣は下。一旦、ここで結んどきましょう。これで蜂が、上に登ってくるという感じですね。上に登る習性がある。これはミツバチと一緒ですね。で、これが巣なんですけども、眉の形が不思議な感じですけど、正常なんじゃないかと思います。はい、幼虫が結構いますね。幼虫が結構な数います。これを巣箱に移していきます。はい、じゃあ巣を戻していきましょうか。この軸の部分を割り箸に挟むという作業ですね。そうですね、はい。こんな感じで概ね安定しましたね。はい、でこれを巣箱に取り付けて、今この袋を開けるとアシナガバチは勝手に巣に戻るんじゃなくて、逃げていってしまうそうなんで、巣に戻すっていうのが結構大変みたいです。はい、それを動画で下を開けて、なんか滑ってきたな。すぐ下に行きますね、これ。すぐ上か、登りますね。こうかぶせていって、止めると、こうか、こうですね。これで反対側がネットになってるんで、絶対逃げないと。はい、なんとか、こういう状態で、巣にこう近づけていって気づいてもらうそうです。こんな感じでいけないかな。なるほど。みんな上に来ますね。難しいかもしれないですけど、3匹ぐらい来ましたね。今見えるかな。2、3匹は巣に戻りました。ミツバチみたいにフェロモン出せば早いんですけどね。仲間に場所を教えないのか。はい、これでね、すっごい近くに働きバチいるんですけど、巣の場所が分かんないのか、なかなか戻らないんで、人の手で、巣にぶつけるぐらいの感じで運んでやる必要があります。無理やり押したら、行ったんじゃないこれ。こいつツン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 して、行ったんちゃう、行ったんちゃう。反対側か。ちょっとじゃあ巣が上になるように、行ったんちゃう、行ったんちゃう。多分成功ですね。もうちょっと落ち着くまで待とうと思います。一匹迷子がいますね。外に働きに行ってきて、帰ってきたみたいなやつだと思うんですけど、意外と少ないですね。ミツバチとかだと結構な数外行ってるんで、アシナガさんちょっと暑いから休んでたのか、ちょっと働く時間じゃなかったのかもしれないですね。すぐ探してますね。2匹いるのか。ちょっとかわいそうなんで、後で場所に巣を戻して、そしたら合流できると思います。よいしょ。
これでもともとあった巣の10センチぐらい下になるんですかね、設置することができました。この黒いところが元の巣ですね。ちょっと斜めっていうのか、ちょっと位置が、2匹外を飛び回ってるんで、まあ、これで帰ってくるか、ちょっと待とうと思います。3匹ぐらいいるのか。ずっと元の場所にいたんだな。取ろうと思います。ありがとう。ありがとう。こいつ。弱ってる。ちょっとこれも難しいのか。おお。車で運んできました。まあ逃げたりはしてなさそうですね。屋根もあっていいとこだと思います、今日から師匠の畑の害虫駆除係として働いてもらいます。
で、これが巣なんですけども、